どうして今まで気づかなかったのでしょうか。ウォッチモチャジャパンへようこそ。今回は忘れがちなディズニー映画の人種差別シーントップ10を紹介します。その前に動画は毎週更新、チャンネル登録を忘れずに。ここに登場するのはディズニーにとってファンに忘れてほしい最も恥ずべき時代錯誤なシーンたち。多くは時代の産物だから制作陣をジャッジするわけではないけど、そういったシーンが今でもいい影響を与えていないことには議論の余地があるでしょう。第10位、サンフラワー、ファンタジア。ファンタジアはディズニーの初期の作品で、クラシック音楽とアニメーションの素晴らしい組み合わせは今も色褪せない。欠点があるとすれば公開当初のキャラクターです。サンフラワーという名の彼女は黒人女性のケンタウロスで、田園のシーンに登場していました。彼女の外見は黒人の特徴を大げさに描いていて、そもそもそこに登場させる必要のない典型的なステレオタイプだった。60年代半ば以降、ディズニーはこのキャラクターのシーンをカットしました。第9位、日本兵の描写、ドナルドの襲撃部隊。アニメを戦時中のプロパガンダにするのは変かもしれないけど、第二次世界大戦中は普通のことでした。ドナルドの襲撃部隊はディズニーのそういった短編の一つで、ドナルドが極秘任務で日本の領土にパラシュートで上陸するお話。内容は主にドナルドの戦術に集中しているけど、日本人への人種差別的なシーンもたくさんありました。恋に釣り上がった目に出っ歯、大げさなアクセントなど。Oh, I beg my pardon. I bow my stomach at you, very reverent. That's all right. Happy cherry blossoms to you, please. My boy, oh, so, 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 so、表面上はサンタと妖精たちがクリスマスの準備をする物語。でも初期のバージョンではサンタと人形のシーンに問題が。ベルトコンベヤーから流れてきた白い人形がママというと OK を押すサンタ、けれども黒い人形がママというと人形は自分でスタンプを押してサンタはそれを見て笑っている。ママは奴隷時代の黒人メイドの俗称。人形の見た目も差別的だし、ディズニーがこのシーンを現代版から削除したのもうなずけます。第7位、キングルーイ、ジャングルブック。キングルーイはキプリング原作の作品ジャングルブックの人気キャラクター。 Hello, King Louis. Ba-ba-do-bye, ba-ba-do. That's me. ルーイは原作には登場しないディズニーのオリジナルで論争を巻き起こした。彼と仲間の猿たちは当時の黒人ジャズミュージシャンのスラングで話していました。作曲者の一人はルーイ役に伝説のジャズシンガールイ・アームストロングを起用したかったけど、黒人が猿の声を担当して批判が殺到するのを恐れてやめた。キング・ルーイが差別的かどうかは見る人によるかも。判断するのはあなたです。第6位、アラビアンナイト、アラジン。アメリカのアラブ反差別委員会は1992年のディズニーのヒット映画アラジンのサウンドトラックにあまりワクワクしなかった。アラビアンナイトの一節、顔を気に入られなければ耳を切り落とされるのせいです。委員会はこの部分はアラブ人に対する差別とみなしてディズニーに変更を訴えた。ディズニーはそれに従ってビデオ版や新たなサウンドトラックで歌詞を書き換えました。委員会は野蛮だけどでもそこが故郷だという歌詞にも不快感を示していたそう。 It's barbaric, but hey, it's home. けれどもディズニーはこの部分はそのままにした。第5位、ネイティブアメリカンのステレオタイプ、ピーターパン。数年後違う風に受け取られることで作品が面白くなることもある。 This should be most enlightening. ピーターパンはその一例です。無邪気な考えから衝撃的な人種差別ソングが作られたから。
問題になったのは映画でネイティブアメリカンが歌うなんでインディアンの顔は赤いで当時の彼らへのステレオタイプを並べ立てている。軽快なシーンだけど数年経っても決まりの悪さが残るディズニー作品の古傷です。第4位、私たちはシャム猫、ワンワン物語。ピーターパンは議論の余地があっても、ワンワン物語のシャム猫に文化的配慮が欠けていることは擁護できません。第二次世界大戦後の緊張が、これを歌う双子の悪役猫サイとアムが日本人のステレオタイプである唯一の理由でしょう。2匹はドナルドの襲撃部隊と同じで釣り目に出っ歯。曲には80年代から90年代の映画でアジア人差別の象徴となってきた鐘の音も使われている。第3位、チャイニーズキャットとジャズ猫、おしゃれキャット。アジア人のステレオタイプがもう一つ、シャム猫のような例は第二次世界大戦直後だけじゃなかったようです。1970年にもアジア人は釣り目でとんでもないアクセントで描かれていた。おしゃれキャットのチャイニーズキャットを見れば一目瞭然。仲間の猫たちとみんな猫になりたいのさをお箸と歯を使って演奏するチャイニーズキャット。ここでのステレオタイプは彼だけじゃなくて、女好きのイタリアンキャットや黒人ジャズミュージシャンをモデルにしたスカットキャットも登場する。第2位、カラス、ダンボ。ジム・クローはアメリカの人種差別的な法律や規制の総称で、ダンボのリーダーカラスの名前もジム・クロー。公開以来その名前は数十年にわたって批判されてきた。ジムと仲間のカラスはダンボに友好的だけど、黒人のスラングで話していることから、アフリカ系アメリカ人の差別的な描写だってすぐにわかります。映画で一番記憶に残る曲、もし象が空を飛べたらを歌っていても、現代の人々が彼らを異なる観点から見る可能性は拭いきれないでしょう。1位の発表の前に触れておきたい作品を紹介します。You be my man, Friday. Savvy? You, Friday. Me, Mickey. Savvy? Who's there? I'm the full of brush man. I'm working my way through college. 第1位、リーマスおじさん、南部の歌。リーマスおじさんを作ったのはディズニーではないけど、この映画での彼の描写は今でもディズニーの一番の汚点かもしれません。リーマスおじさんは古典的なアフリカ系アメリカ人の民話を語る架空の人物だったけれども、彼がスクリーンに登場した時、彼と南部の歌には抗議が殺到。南北戦争後の南アメリカを不適切に描いたことで、ディズニーは奴隷制の影響を軽視していると感じさせました。それに黒人のステレオタイプもたくさんある。結果として今でもノーカット版のビデオはアメリカで販売されていない。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンで他の動画もチェックしてくださいね。